ハロー大家好、我是グッドマンロースターのイートンドゥジェン。では本日の動画はですね、これ引き目について皆さんに存分にお話ししていこうかなと思っております。まあ、引き目の調整方法とか味わいとかその辺なんかをお伝えしていこうかなと。で、引き目ね、なかなか皆さんね、ご自宅でコーヒー入れてる時がっちりこうハマる引き具合ってなかなか見つけるの難しいと思うんですよね。何ががっちり決まった引き具合なのか、これね、もちろん皆さんがこのコーヒーの味は美味しかったなと思う引き具合が一番ですね。で、もう一つは抽出の時間なんですよね。補足すると、まあね、粉がすごくギュッと詰まってお湯が通りづらくなるので抽出時間は長めになります。粗くすると粒度がね、もちろん広く広がりますので、さっとお湯が抜けていくイメージなので抽出時間は早くなりますよね。で、前回の動画でも出しましたけれども、私のおすすめ1対18なのであれば、まあ3分から3分30秒ぐらいの、落ちるスピードが適正ですよと。まあそれに合わせた引き具合をセットしてくれと。なのでね、今回は3つの抽出検証していきましょう。メッシュが細すぎた場合の抽出、そしてメッシュが適正な抽出、メッシュが粗すぎる抽出で、これを今回使用するのね、あのコマンダンテ使ってる方も台湾とっても多いので、ぜひね、このコマンダンテでクリック数なんかもお伝えしながら、この3つの抽出方法で最後味わいの方と抽出時間にどのぐらい影響が出るのか、ぜひ検証していきたいと思います。なお、おめちょかいすーばはい、では抽出実際に終わりました。皆さんいかがでしたでしょうか。それぞれね、3種類違った抽出の時間、抽出のね落ち具合なんか見ていただきました。先にね、今回使った豆なんですけれども、こちら我々のケニアのニエリ地方のウクリリ AA ですね、ウォッシュドプロセス。なんかね、ラズベリーとかオレンジピールのようなね、ちょっとねコテッとした甘さと、あとはね後味に残るあのグレープフルーツみたいな生き生きとした酸味と質が特徴のコーヒーなんですけれども、それがね、この3種類引き具合のメッシュによってどのぐらい味わいが変わってくるのか、今から味わいお伝えしていきたいと思います。いきます。まずね、細すぎる方から飲んでいきたいと思います。これね、これさ、もうさ、香りでブラインドでね、速攻当てられるね。どちらかというと、まずフレーバーね、アロマから来るフレーバーは細すぎる方が一番強く届いては来るんですけども、ちょっとねどしっとした、なんかちょっとザラついたようなフレーバー感がありますね。
で、まあ、こちらもガンガン派で本当にグレープフルーツとかオレンジピールのような濃厚な爽やかなフレーバー、そしてこっち粗すぎるものはちょっとフレーバーが物足りないかなっていう印象を受けます。これもう嗅いだだけですぐ分かりますね。はい、じゃあ飲んでいきますね。もうケニアのこのケニアのポテンシャルを十分に生かしきれてない印象がありますよね。でもこういうコーヒーなんか他のコーヒー屋で飲んだことあるな。あんまりね美味しいとは思えないんですよね。で、まずなんかこう舌とか喉にちょっとザラつき感があるんですよね。でせっかくケニアのさっぱりした酸味が特徴なのにその酸味をもろに消してしまってちょっとこうアース感っていうか土っぽさっていうかちょっとドロッとした感じがあります。なんか喉にこうサッと入っていかないようななんかちょっとこうコクな感じの印象を受けますね。ダメですね。抽出時間ももう長すぎてしまって過抽出を起こしてしまってるもう代表典型的な例の味わいですね。粗めの方飲んでいきたいと思います。見た感じも、まあクリアっすよね。一番こう油分が出てないっていうか、はい、フレーバー弱いな。薄いな、全然薄い。薄いなんかお湯飲んでるみたいな感じですね。湯っぽい、お湯っぽさをすごい感じます。後味に少しだけケニアっぽいグレープフルーツ感出ますけど氷でとっても薄く薄まってしまったグレープフルーツジュースみたいな、そしてグレープフルーツジュースみたいに甘さもそんな出てないんですよね。でここかな、粗めすぎる、この粗すぎるもの抽出時間が早すぎるので甘さの部分が出し切れてないからもうもったいなさを感じますよね。惜しい、あと少しってイメージです。じゃあね正常の方、3分10秒で落ち切った正常の方飲んでいきたいと思います。これねぬるくなった方が味わいの違い存分に感じられるのでぜひね試してみてください。いやね、本当全然違う。やっぱ第一印象違うのは甘さなんだよな。この2つにはない強烈な強い甘さが酸味の後に届いてきますね。これね、めちゃくちゃケニアの特徴。しっかり上手に焙煎された上質なケニアから持つこの甘さ、特徴的、非常に分かりやすい。アフターはきちっと上質なグレープフルーツの甘さやキリキリした酸味の感覚で長く余韻が続くと正常な抽出時間の味わいですね。最高、めちゃくちゃ美味しい。じゃあね、最後にちょっとまとめたいんですけれども、こちらのね細すぎるもの、抽出時間が長すぎていわゆる過抽出を起こしてしまってる、ザラザラ感や土っぽさが出てしまう、悪い苦味も出てしまってると。そしてこの粗すぎる抽出の場合は抽出時間が早すぎるのでちょっと物足りない、お湯っぽさ、若干のフルーツ感は出るんだけれどもまだまだ甘さが足りていないという状態ですね。なので皆さんね、抽出のあの動画確認いただいてご自身でね、ご自宅でよくね抽出、あこういう症状起こるなっていうのを動画参考にしていただいて、もしね全然上にドリッパーにお湯が溜まってるなと思ったらいつもよりも粗めにメッシュを引いてもらってもう少し早めに落とすと、この粗すぎた抽出のようになんかドリッパーがさっと抜けすぎるなと思ったらもう少しメッシュをカオジンシーイディエンにしていただいてもう少し抽出を長く伸ばすと、そして、1対18だいたい 14g に対して 250cc ですよね。もしこの味わいが物足りないなと思ったら1対16でも1対15でもいいんで、250cc は変えないでいただいてグラム数をちょっと増やしていきましょう。なので、17g ぐらいにしたら1対15ぐらいになるのかな。なので、17g に対して 250cc でこのようにして、だいたい3分から3分ジョン3数増用、この辺が
ベストクリーンカップに必ずなりますので、ぜひねお試しいただいて、この動画参考にして、ぜひね正常な抽出時間と正常な引き具合を見つけていただいて、美味しいコーヒーを飲んでいただくことを願っております。 OK な超次的影片是接下来如果喜欢这个影片麻烦你按赞然后分享给朋友们，敬请期待接下来的影片，谢谢大家的收看哦，谢谢你，拜拜，谢谢。